大企業の景況感は5期連続の改善です日銀は今朝9月の短間企業短期経済観測調査を発表し大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス18と6月に実施した前回調査から4ポイント改善しました IT 需要に支えられる形で紙パルプや業務用機械などの業種が好調だった一方 東南アジアでの新型コロナ感染拡大で部品供給が制約された影響もあり自動車はマイナス7と10ポイント悪化しました。